さあ後半戦は琉球ガーデンライオンズのキックオフで再開する形になります。従いまして攻撃権は必然的にアイランズが得やすい格好になっています。さあリターンに入れるか、しかしボールをマフしている。幸いどうやらアイランズが抑えた格好になりまして、アイランズの攻撃という形で試合再開になる模様です。現在フィールド上負傷者が発生しているためか、レフリータイムアウトが取られています。さあクラブアイランズの攻撃に入ります。クラブアイランズ自陣18ヤードからファーストダウン10。クォーターバック44番右スプリントアウトからパスを投じましたが、これは琉球のディフェンスのパスカットで不成功になっています。ここでクォーターバックは先ほど守備で好プレーを見せておりました44番堀田が入りました。先ほどもご紹介した通り大学時代のクォーターバック経験はありません。しかしチームの状況を考えまして、この年今年よりクォーターバックに挑戦しております。最初のプレーはパスでした。さあ次はどのようなプレーを講じるか。セカンドダウン10。ここでプレー乱れまして、ボールは外へ出る形になりました。幸いそのまま外へ出ましたため、攻撃権の譲渡は起こっておりません。しかしその出た位置まで交代する形になります。サードダウンに変わります。クラブアイランズサーダウン15。さあここでパスに見せかけたランプレー、ドロープレーを展開しました。キャリア0番にそのボールを託しまして中央突破を図りましたが、しかしフォースダウンに変わります。キャリア0番は村上でした。関西学院高等部出身の34歳のプレイヤーです。おそらくは高校時代で、一旦はフットボールをリタイアしたのだと思いますが、先ほど、他の選手もおられましたが、アメリカンフットボールに、この年からでも挑戦したいという思いで復帰した選手だと思います。こういった選手にはぜひこれからも活躍してほしいと願います。ここでホイッスル。オフェンスのペナルティーです。ディレイオブザゲーム、制限時間内にプレーを実施いたしませんでした。5ヤード抜退しフォースダウン、やり直しとなります。細川さんメッセージありがとうございます。分かりやすくと全、分かりやすくて勉強になりますというのは先ほどの動画に関してのご、回答だと思います。非常に分かりやすい1分間動画だと思いますので、これからも機会ありましたら流させていただきたいと思います。さあ試合再開です。クラブアイランズフォースダウン18、パントフォーメーション。
さあリターンに入っている。このリターンはクラブアイランド陣の30ヤードを超えた地点まで琉球返しまして、この位置から琉球の攻撃に変わります。さあ結果的に後半最初のアイランドの攻撃シリーズはパントに終わりました。今度は琉球の後半最初のシリーズに入ります。琉球その意味では絶好の位置です。相手陣30ヤードからの攻撃に入ります。琉球ガーデンライオンズ相手陣30ヤードからファーストダウン10。ここでイエローフラッグ反則が発生しております。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。1秒間の静止保てず5ヤード抜体となります。琉球相手陣35ヤードの位置、攻撃権更新必要距離15ヤードの状況でファーストダウンやり直しです。さあ中央のランプレー、まずその距離を取るための確実な一手は中央へのランといたしました。好調な中央へのランプレーを見事に決めまして約6ヤードゲインとしています。このあたりオフェンスラインマンも素晴らしい仕事をしている証拠だと、ご理解いただければ幸いです。琉球相手陣29ヤードからセカンドダウン9。成功ファーサー、クォーターバック7番プレイアクションからロールしつつ、しかしプレッシャー殺到する中これを見事なフットワークでかわしまして中央へのレシーバーにを投じましてパス成功といたしました。見事な対応としましたのはクォーターバック7番の 藤原です。千葉商科大学出身。琉球相手陣14ヤードからファーストダウン10。これはナイスラン。今度は1点アウトサイドゾーン、スピードに乗った外へのランプレーを展開いたしました。何枠ハンドオフから右オープン9番展開しまして、これも1回で攻撃権更新です。琉球ファーストダウン。今度は篠宮がランニングバックとしてその仕事を果たしました。見事攻撃権更新としております。さあゴール前残り4ヤードとなりましてファーストダウン2ゴールに入ります。残り4回でこの4ヤード突破なるでしょうか。琉球クォーターバックは左に展開していたワイドレシーバー14番にパス、14番ディフェンススクール中これを見事にかわしそのままキャッチしましてエンドゾーンなだれ込んでタッチャー。琉球この14番のパスキャッチによりましてタッチダウン重ねまして6点追加となっております。そしてタッチダウンの後のトライフォーポイント、見事決まりまして1点追加となり琉球ガーデンライオンズ41点クラブアイランズ0点とスコア変わっております。
ここは藤原、素晴らしい対応いたしました。最初のターゲットは見失った格好になっておりましたが、その後のセカンドターゲット14番にパス、これを14番見事にキャッチしまして、エンドゾーンに倒れ込みタッチダウン成立をしております。見事な対応しましたのはワイドレシーバー14番の草開きでした。大阪工業大学出身です。ジョシュ V 様のメッセージの通り、ナイスブロックオフェンス、オフェンスラインマンが素晴らしい粘りあるブロックをした結果生まれたタッチダウンでもありました。工事町田様、今日は最高だとメッセージありがとうございます。琉球非常に素晴らしい攻撃守備を展開しております。琉球ガーデンライオンズキックオフ、さあクラブアイランズリターンに入るが、どこまで返せるか。左サイドラインをつきまして20ヤード付近を確保しています。この位置からのアイランズ攻撃に変わります。さあまだ第3クォーター途中という状況ですが、琉球攻守にわたり非常に素晴らしい仕上がりを感じる一戦となっています。まだ精度には荒さは感じるのですが、一人一人のプレーヤーの力量が大きく上がった印象を受けます。聞くところによりますと、今季は沖縄米軍リーグにも参戦していたというふうに聞いておりますので、これらがひょっとしたら大きくチームを発展させるきっかけになっているかもしれません。さあプレッシャーからかアイランズプレーが乱れました。クォーターバック44番しかし、なんとか自ら体を張りまして、この状況を前進に変えております。厳しい状況、しかしタフに攻撃を展開していますのはクォーターバック44番堀田です。京都大学ギャングスターズ出身。点差が開きまして、非常にそのモメンタム、そしてメンタルを整えるのが難しいチーム状況にあると思いますが、それをなんとか踏ん張らんと堀田が、現在奮闘しております。クラブアイランズセカンドダウンライン。さあその堀田が行きます。ハンドオフェイから左オープンへ展開。ディフェンスが来る中、それをステップワーク駆使しまして左に展開し、約7ヤードのゲインに変えました。ここは堀田が奮闘しています。ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクが入ります。この配信は X2、X3 ウエスト全チームによります合同企画によって実現しております。こちらの企画に応じてくださいました企業様、そして個人様のご寄付ご記者がありまして、この配信は成り立っております。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。現在もこの企画は募集させていただいております。この企画が、様々な試合 X2、X3 の試合、さらには果てまして私は地方に、向かいます、その遠征費にも当てがわせていただいております。これらの、試合をご覧いただくためにも、ぜひこの企画ご協力をよろしくお願い申し上げたいと思います。さあウォーターブレイク解きまして試合再開となります。クラブアイランズサードン残り1ヤード。さあ中央行った、攻撃権更新です。クラブアイランズファーストこの1ヤード確実にランプレーで突破といたしました。チームのパワーバック42番にボールを託しまして、42番見事期待に応えて中央突破し攻撃権更新です。クラブアイランズファースト
見事攻撃権更新果たしましたのは42番の山崎でした。滝川高校出身。さあクラバーヤンズ攻撃継続です。ボールオン自陣36ヤードからファーストダウン10。タッチダウン。ここでクォーターバック44番右スプリンガーカットからパスを投じましたが、そのパスをしかし奪い取りましたのは琉球ガーデンライオンズ24番。そのまま一気に男子独走エンドゾーンまで駆け込んでタッチダウン。琉球ここでインターセプトリターンタッチダウンによりまして6点を返す形に成功しております。見事インターセプトリターンタッチダウンを決めましたのは琉球ガーデンライオンズ24番の松葉、東京学芸大学出身のプレイヤーです。ここでも新戦力が光りました。そしてトライ4ポイントのキック決まりまして1点追加、琉球ガーデンライオンズ48点、クラブアイランズ0点とその差広がっております。掘ったプレッシャーの中なんとかパスで打開図らんということでしたが、ここでしかし見せましたのは琉球の24番でした。見事なインターセプトリターンタッチダウンによりまして、さらに得点を広げる形に成功しております。TY 様 RLG、クラップのメッセージありがとうございます。さあ琉球勢いに乗ります。琉球のキックオフで試合再開。アイランズリターン、中央突破を図りましたが、クラブアイランズ琉球の壁を厚く突破できず、自陣15ヤード付近からの攻撃となります。クラブアイアンズ自陣16ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック44番プレイアクションから中へ切れ込んだレシーバーにパスを投じましたが、しかしディフェンスカットしましてパス不成功になっています。ダウン1つ変わりましてセカンドダウンに変わります。クラブアイランズセカンドダウン10。さあ中央のランプ、しかしここはクラブ、琉球ナイスディフェンス、ランニングバック0番にハンドオフしまして中央突破を図るという戦法を取りましたが、しかしフロント陣許しません。琉球見事対応しましてノーゲイン、サードオンに変わります。クラブアイランズサードオン10。ナイスプレッシャーキュービーサー、クォーターバック44番右スプリントアウトからパスを投じようと構えましたが、その一瞬の隙を突きまして、琉球24番佐藤なんとかかわさんとしましたがバランス崩し、そこで倒れキュービーサーク、
パスを投じる前に仕留められフォースダウンに変わります。見事なプレッシャーでしたのは琉球、先ほどインターセプトリターンタッチダウン決めました24番の松葉でした。今日東京学芸大学出身のプレイヤーです。ここでクラブアイランズが後半1回目のタイムアウトを投入します。アイランズここで来て勢いに乗っている琉球を止めることができません。なんとか流れを止めんとここでタイムアウトを投入します。この配信は X2XEWEST 全チームによります合同企画によって実現しております。さまざまな企業様、個人様のご寄付ご記者によりましてこの配信は実現いたしました。皆様のご厚情大変申し訳なく、そして感謝申し上げます。この企画によりまして、ご覧皆様にこの、X2X2 の試合をご覧いただくことが可能となりました。現在もこの企画は継続しております。ぜひご協力よろしくお願いいたします。さあタイムアウトときまして試合再開です。クラブアイランズフォースダウン15、プレーを選択します。フォースダウンギャンブルに入ります。あえてここで4回目の勝負に入りました。さあ判定はどうでしょう。インターセプト成立という判定になっております。ここでパスにより状況打開を図らんというところですが、結果的にこれは琉球がインターセプトし攻守交代となります。しかしパスをキャッチした地点まで結果的にアイランズは陣地返した形で攻守交代になりました。琉球としてはここでのインターセプトの判断非常に難しいところですが、失敗であった場合は先ほどの開始地点から攻撃を得る格好でしたが、インターセプトしましてその倒れた地点からの攻撃となります。ここで現在負傷者が発生しているためレフリータイムがタイムアウトが取られています。このフォースダウンロングの状況でのパスシチュエーション、ディフェンス側にもフットボール IQ が求められるワンシーンだったというふうに今はご説明させていただきます。ここをあえて取らずにありましたら優位な位置で攻撃ができましたが、ここは選手の本能でしょう、取ってしまいました。この点が、これから求められるさらなる一歩かもしれません。この点においてはSTR36 様のようにナイスキャッチ、確かにインターセプトの歴とした記録ですとね、この点も選手にとってはまさに欲と勝利の欲か選手としての欲を問われるシーンでもあります。さあ今度は琉球の攻撃に入ります。琉球は手堅く中央のランプレーから入りました。オフェンスライン陣好調です。ランプレーが出ます。約4ヤードのゲインとなっています。一見ランプレーはランニングバックの走力そしてタフさが注目されますが、実はその前にありますラインマンの力がさらに大きな要因になります。彼らが勝ちますとランニングバックは走路が開けますのでテクニック遺憾なく発揮することができますが、押し込まれますとランニングバックは走れません。その意味においてオフェンスラインマンの仕事は極めて重要な成績を生むランプレーでもあります。琉球セカンドダウン6、パス不成功。今度は外へ展開する14番にパスを投じましたが、これはディフェンスのプレッシャーってか不成功になっています。ダウン1つ変わりましてサードダウンに変わります。さあ琉球ここで攻撃継続となるか、あるいはアイランズここでディフェンスで見せるか。ボールオンは相手陣27ヤードからのサーダウン7、失礼サーダウン6です。パス成功、ファースト。ここで琉球パスプレー決まりまして、攻撃権更新になっております。琉球ファースト。
ここはクォーターバック7番中央切れ込んだ33番にパスを通しまして見事攻撃権更新果たしております。見事パスキャッチし攻撃権更新になりました琉球33番の藤本です。なんでなく今度はパスで見せました。さあ琉球相手陣13ヤードからのファーストアンテン、さあ今度はクォーターバック自ら行った、ハンドオフェイから左にブーツアック、ブロッカーを使いましたがしかし左オープン展開を図りランパスのオプションだったですと思いますがここはランで手堅く前進します。結果的に約8ヤードゲインになりまして攻撃権をさらに前進する形に成功しております。冷静な判断決めましたのはクォーターバック7番の藤原でした。千葉商科大学出身。琉球セカンダウン2、ここでホイッスル、イエローフラッグが投じられております。ここでオフェンスに交代違反の反則がありました。フィールド内12人おりました。アメリカンフットボールフィールドの外の人数制限はありません。しかしフィールドの中は11人以下と決まっております。この人数を超えますと交代違反となりまして5ヤード抜体を課せられます。従いまして琉球5ヤード下がりセカンドダウン7で試合再開となります。しかし相手陣深い位置からの攻撃変わりません。琉球セカンドダウン7、さあ外いったタッチダウン、琉球ここでアウトサイドゾーンのランプレー、ランニングバックに託しまして右オープンに展開、スピードによって33番一気に相手ディフェンスをまくりそのままエンドゾーンに飛び込んでタッチダウン。琉球ここでランニングバック33番の藤本のランプレーによりまして見事タッチダウン重ねさらにリードを広げる形に成功しております。そして立ち合うの後のトライフォーポイントに入ります。見事とこのトライフォーポイント決まりまして1点追加、琉球ガーデンライオンズ55点、クラブアイランズ0点と試合変わっております。ここで審判団コールありましてここで試合終了となりました。ホールドゲーム成立という形になります。規定に関しては後ほどご確認させていただきますのでご了承ください。ここで試合終了となりました。試合終了となりまして琉球ガーデンライオンズ55点、クラブアイランズ0点で琉球がこの開幕戦勝利する形で、勝利する形となりました。ありがとうございました。クラブアイランズ厳しい戦いでしたがなんとか戦という意気込みあるプレーは素晴らしいものがありました。次節に期待したいその奮闘ぶりでした。ナイスファイトでした。戦いぶりでこの試合を制しました。見事な戦いぶりでした。3シーズン目になります琉球ガーデンライオンズ本気は凄まじい迫力を見せました。さらなるグレードアップを見せるその開幕戦の勝利圧勝というふうに言わせていただきます。 X3 制覇そして X2 昇格を掲げましての参戦3年目、今季こそなるかもしれません。そのような期待を抱く素晴らしい戦いぶりでした。ナイスファイトでした。
今シーズンも両チームに期待したいと思います。長時間にあたるご視聴ご観戦ありがとうございました、まずこの第1試合はこれをもちましてまもなく終了という形になります。本日の配信をその後も控えさせていただいております。この後、試合、チャンネルサイトを変えましてこの後に行われます2試合目クラブベアーズ対三重ファイアワードン戦、さらにその後の3試合目も配信させていただきます。1試合目の試合開始が7ビートおりますので開始時間若干変更になると思いますが、逐次それに対応しながら配信させていただきますので何卒ご了承よろしくお願いいたします。今シーズンもできる限り X3 そしてさらに X2 の配信を一部行わせていただきますので皆様よろしくお願い申し上げます。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりにかつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり影のため一度も離れた仲間が戻り脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは高校大学で名をとどろかしたスタープレイヤーが渡してくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつかるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑みその力量をより度万とするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れあの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ今を紡いでいるこの歴史物語をかつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を私はこれからも愛し応援したいと思います。さあ皆様がご覧いただきましたその物語は果たして本日何ページ目だったでしょうか。その続きを楽しみとしつつ本日の配信はここで一旦終わらせていただきます。皆様長時間のご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は NFA 社会人アメリカンフットボール協会の許可を得まして実現いたしました。その配信を実施いたしましたのは私道楽屋でした。チャンネルサイトを変えまして再びこの後に行われます2試合も配信させていただく予定です。その時までまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。